え皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は純徳印の歌を使って屑し字を解読しましょうえ小倉百人一首も百人目の歌となりました純徳印ですさてこれですがこれは百という漢字を崩したものです次は 四季婦の四季という漢字を崩したものです。上の字と合わせて桃式と読みます。これは矢。これは女辺です。婦人の婦という漢字を崩したもので、仮名として婦に当てます。これはる。 これは「起きる」という漢字を崩したものです。「き」と読むんでしたね。さてこれは何でしょうか。左側は「車」という漢字を崩したものです。これは「軒という漢字を崩したものですよね。これは、 端端っこののを崩したものです上の字と合わせて「のきば」と読みますこれは「の」ですこれは下が「心です「しのぶ」という漢字を崩したものですこれは「ふ」です 次も「ふ」に見えますがこれは左から入って棒がまっすぐですので「国の宮の「に」という漢字を崩したもので「に」と読むのですこれは「も」です次は「な」と書いてありますこれは越後の「越」「越える」という字ですね の、S、この字を崩したもので「をと読みますこれは「あ」です次は「ま」これは「り」ですこれは「あ」です これはるです。そしてむ。次はくるっと小さく出ていますので。可能の可を崩したもので、可と読みます。次はしです。 これは「ナス高原のな」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これは「り」です。次は「かい」という漢字を崩したもので「かな」として「け」と読みます。これはり それでは、これまで見てきた歌を、上の句と下の句に分けて読んでいきましょう。まず、このように書かれています。もう少し読みやすく改めますね。桃式や古きの牙の忍にも、となります。次は下の句です。このように書いてあります。 もう少し読みやすくしてみますね。なお、あまりある昔なりけりとなります。この回のおさらいです。これは女編であります。婦人の婦という漢字を崩したものでしたね。婦と読むのです。 婦人の婦です。左側は女編、右側は宝器という字です。画数が多いので、あのようにリボンでまとめています。ぬに見えてしまいますが、あの結び目で判断してください。ぬではありませんよ。婦です。次は、起立の木 という漢字を崩したものですね。起きるという漢字です。これを仮名として、きと読みます。キリーツのきです。このように。どれも。同じような形になります。このような崩しもあります。きです。 これはあ国の宮の二という漢字を崩したものです。負のように見えますが、左から入って棒がまっすぐな部分が二と特徴です。二と読みます。国の宮の二。これも二です。これも二です。左から入って縦棒がまっすぐであるのがこの二の特徴です。こんなものもあります。 これは、超えるという字、エツですね。これを崩したものでかなとして読む時は「お」とな,りまなるんでしたねおち、えー、さんの「お」まあ「おちさん」と今発音しますが、えー、この当時の書き分けに習って「お」にしてあります「お」お「お」「お」 次はこれです。くるっとした字ですが、これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。可能のかです。くるっとして小さく出てきますので、すぐわかります。これは那須高原のなという漢字を崩したもので、なと読みます。 那須高原のなどうですか勢い余って「れ」のようになっていますが左の部分がまだ画数が多いものを保持しておりますので「な」と呼んでください「な」ですこれは「かという漢字を崩したもので「け」と読むんでしたね「かは「け」と呼んでください 貝という漢字の右の屋根を平らにして縦棒を取ってしまいますと、カタカナのケになるでしょう。想像してみてください。貝はケと読んでくださいね。けけケ,ケ。それでは、他のバージョンで読んでみましょう。かなり変態仮名の羅列です。辛抱強くいきましょうね。これは、 モと読みますが、モスソのモです。これを崩したものです。モと読みます。これは繰り返しの記号です。これはシクという漢字を崩したものです。これはいや。 これは「流れる」という漢字を崩したものです。「ふ」と読みます。なおこのひらがなの「ふ」という字は元の漢字はこの「不可能」の「ふ」なんです。これは不可能の不という漢字を崩したものです、えー、不と読みますなおこのひらがなの不という字はですね、元の漢字はこの不可能の不なんですこれは流れるという漢字を崩したものですかなとしてると読みます ルテンンル、ルル、ルニンのルルフのルこれは夜に見えますが横棒がですね左右に貫かれていますのでこれは支えるという漢字です。木と呼んでください。山辺をつけると分岐点の木になりますね。底辺をつけると技術の技。術の 人弁をつけると歌舞伎の気であります。支えるという部分は気と発音するものだと思ってください。これはのです。もう一回出てきましたね。一、えー、つ飛んで上のものと同じです。これ支えるという漢字を使っておりますが、気と読むんです。 これは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みます次は「の」次は「し」ですこれは「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます これは左にぐんとと伸びてていまますます。が、ふ書ありこれは左から入って棒がまっすぐですので「国の宮のに」という漢字を崩したもので「に」と読みます手裏剣のような形をしているものが「も」です「け」という漢字を崩したものです。 もと読んでくださいねさまざまな崩し方がありましたねこれは那須高原の那という漢字を崩したものです仮名として使われていますので那と読んでくださいさてこれはですね何に見えますかはいこれは人面に口と気 保険の穂です。これはハヒフヘイホのほひらがなの穂の元の漢字です。これはあ,あとみえあと読みますけども、えー、まだ安心の安という形が若干残っておりますので、えー、あえて書いてみます。これはあと読みます安心のあ これは何でしょうか。これはですね「よろず」という形です。「よろず」という漢字を崩したもので読む時は「まあ」。この「よろず」という漢字は「まん」と発音しますので仮名、えー、で使われる時は「ま」と読んでくださいね。これは「和のようですが「 非常に小さくスリムなので、利益の利と読んでください。これがやがて崩れていくと、ラリルレロの利になります。これはあですね。これはるです。ひよこみたいに可愛い,いですね。これは無理やりのむ。 いいととう漢字ですす読みますこれはくるっとしていますので「可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読むんですね。これは「し」です。そしてこれは「な」ですね。 今度はこれです。これもかなでかなとして使われています。さとという漢字を崩したものです。りにあたります。これはシルではありませんよ。左側はゴンベンです。ゴンベンに十すなわち時計の計ですね。計測の計。これを崩したものがこのひらがなの計になります。まあ従って計と読むんです。ここは。 でこれはあスモモという漢字ですが、えこれもカナとして使われています。李と読みますね。李ショとか李王朝の李です。お疲れ様でした。えー、何度も繰り返しましょう。えこれまで、えー、100人の歌を読んできました。 まだまだ屑し示は続きますよ。お楽しみに。それでは皆さん、ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。